皆さんこんにちは、めいめいひまりです。このチャンネルでは機動武闘伝 G ガンダムが参戦しているゲームを紹介、解説しています。興味がありましたら過去の動画も見てください。それでは今回紹介するソフトはこちら、ガンダムブレイカーです。このソフトは2013年に発売されたもので、ビータガンもあります。こちらはゲーム内で作ったガンプラを使ってガンプラバトルができる、とても画期的なゲームです。 G ガンダムからのキットはゴッドガンダム、ノーベルガンダム、マスターガンダムの3機です。3機ですがこれはまだいい方で、作品すら参戦してないのもあります。とりあえずオープニングをどうぞ。お台場に初代ガンダムがあった頃ですよ。超懐かしいです。このプロガンダムベースじゃなくてガンダムフロントというのがあって、確かストフルの胸像やバワー、ルーノの手とかがありました。わわ、すみません。本題からずれてしまいました。ガンプラの改造自由度についてはこちらをご覧ください。パーツの分配は頭、胴、腕、腰、足です。塗装などもすることができます。ただ、そこまで細かくは塗れません。またストーリーを進めるとエアブラシやエゴシもできるようになります。ガンプラやる人は塗装前のシミュレートにも使えそうですね。だいたいこんな感じになります。ゴッドガンダムは劇中でパーツが破壊されてるシーンはあるものの、汚れてた印象はないですね。細かいんですがモデリングが HGFC なので、違和感あります。肩がな。試しに塗装でもしてみましょうか。適当に青にでもしましょう。やっぱゴッドはこの色ですね。では、次は個人的に気になった点を述べます。パーツの入手法なんですが、これは敵の落とすランナーから作ります。それで、そのランナーからパーツを作るのですが、その強さが毎回ランダムなんです。ちょっと作ってみましょう。星が2だったり4だったり出てるんですが、この星が多いほど強いということです。星を後から上げる方法はなく、運要素が絡んできます。一応レベルを上げることで多少強いパーツが出やすくはなるのですが、次に必殺技についてです。こちらをご覧ください。
時に羽開いてないのはどうでもいいのですか。問題はこの3つの必殺技をこちらのボットは出せないんです。それどころかハイパーモードにもなれません。一応覚醒することで悪化は出ますが、まあこれは続編のブレイカー2で改善されたので OK です。さて暗い話はここまで。最後にとってもいいものをお見せします。それはこのゲームのラスボスです。まさかあいつだとは。どうぞ。これは投稿者のバンプラの出撃シーンです。このゲーム勝つためには結局見た目捨てなきゃいけない感じです。なんと、グランドマスターガンダムがラスボスです。色々ありませんが、これは第一形態なので安心。ダークネスキンガー、ゲームではそう言われてる。をブルブル回してきます。早いのでなかなか避けるのきついです。うっひょ、第二形態になっていこしのヘブンズソードの羽がつきました。ヘブンズダートとグランドキャノンを打ってきてましてもまだ何かタイメルにない。このウォルターガンダムに並ぶっております。このゲーム EX ラプション的なやつ、そしている間は無敵鑑定なんです。それ本当ありがたい。
力グランドホーンが追加され、完全体になりました。ホーンが付いたので当然グランドサンダーが使えるようになります。あーもうめちゃくちゃだよ。という夢を見たんです。やったぜ。まあだいたいこんな感じのゲームです。この動画を撮るため PS3 版で初めからやりましたが、やっぱり何かを守りながら戦うミッションは苦手ですね。投稿者は高校生の頃ビータ版でプレイしており、面白くてトロフィーコントまでしました。続編の2と3も面白いのでいずれ紹介します。見るわ。これもそのうちかな。それでは長くなりましたが、ここまで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。バイバーイ。